百道本は、漢石出版の一形態。異なった半本を寄せ集め、欠落を補うことで、漢本としたものである。道は、補鉄する、綴り合わせるという意味である。新書の総落が、二種類の総本と三種類の元本を、集めて、式を編纂し、これが、百道本、式と称されたのが最初である。風像章は、数種の総本から、 百道本史実願を編纂した。歴史の分野において、単に百道本と称する場合には、1936年に、商務院書館から出版された、百道本24史を指すことが多い。百道本24史広告、百道本24史は、1930年から1937年に、商務印書館から出版された十四史の関本。 蝶本積が出版を主催した。出版には約8年がかけられた。百道本の出版まで24詩の漢本としては、県流帝の禁帝になる竹秀殿本24詩が最も留付していた。しかし、との本には交換、広告の不備が指摘されており、蝶本積によって返産事業が起こされることとなった。蝶本積は貴重な半本を白装して、 24詩の半本の全本を選び、専門家による交換を行った。百道本24詩に集められたのは、宋代の全本15種現代の全本6種明清に発刻された3種の半本である。24詩に含まれるそれぞれの詩書の版には、基本的に単一の半本を使用している。例えば、随書は、元大徳旧祖事国本を、新登場は、 日本の聖火道文庫が所蔵する北宋海遊国本を定本としている。ただし、原本の欠けた部分を他の半本で補ったものもあり、例えば、金氏は北京図書館所蔵の元市制限漢本を永遠し、欠けた五十五巻は漢噴老蔵の現代の復刻本で補っている。第二次世界大戦後、大陸において路人急増の 百道本24詩の英印本が刊行されている。他、台湾商務委員書館から補え口を加えた、百道本24詩が出版されている。書道の法上において、複数の拓本を比較して良い字型を復元したものも、百道本と称する。百道本24詩に関するカテゴリー。ありがとうございます。